題を毎週更新でお届けするみんなの週刊よもんで浜松。今週のラインナップはこちら。市民が自由に参加できる音楽イベントとして毎年9月に開催されている浜松ブルースフェスティバル。一昨年は中止、昨年は配信のみの開催で、今年は3年ぶりとなる屋外での開催となりました。2011年に始まった浜松ブルースフェスティバルは、浜松を世界最高のブルースシティにするを目標に掲げ、浜松ブルース振興会が主体となって開催しているイベントです。まずは会長の藤田さんにお話を伺いました。目的が2つありまして、一つはやはりこういうブルース音楽というのを多くの人に知ってもらって、楽しさを知ってもらって、ファンになってもらいたい、それが1つ目。2つ目はこういうイベントを開くことによって浜松の街中を活性化したい。やっぱり楽しいですね。特に一昨年は中止、去年は配信のみというなかなか厳しい数年を過ごしてきましたので、戻ってきたという気持ちがすごく大きいです。やっぱり今までと同じなんですけど、より多くの人たちにいろいろな種類の音楽を知ってもらって楽しんでもらいたい。それによって、浜松という町の多様性がより強くなるから、より魅力的な町になると思います。今回はアマチュアバンド6組が出演し、オリジナルの曲やカバー曲などを披露しました。20世紀以降のポピュラーミュージックに大きな影響を与えたブルース。孤独や悲しみなどを表現する音楽として誕生しました。ダンスミュージックとして発展してきた音楽でもあり、今では明るく楽しい楽曲や哀愁漂う楽曲など、さまざまなスタイルのブルースが誕生しています。京都を中心にブルースの世界で活躍しているブルースタックス。ダウンホームなブルースをもとにファンキーにロッキンに活躍し続けています。最後はユニークなギターパフォーマンスで会場を沸かせました。今日いかがでしたか？いや、もう浜松暑いし最高です。どうでしたか？いや、ほんまにフェスティバルって感じでね、お祭り感が最高です。もうますます盛り上がっていただき、いきますように祈っております。もう本当に楽しかったです。でご飯も美味しかったです。うなぎ最高でした。うなぎ食べました。最後ちゃうこと言ってた。お客さんの反応にすごく楽しませてもらいました。ありがとうございます。ありがとうございます。これからも頑張ってください。
コロナ禍のローカル音楽シーンを盛り上げるため静岡を中心に活動する大阪明美さんを中心に結成された楽団大阪明美と雷鳥楽団。ブルースやジャズを愛するメンバー5人で活動しています。はい、今日は本当にあの皆さんに感謝のステージでした。なんか本当に盛り上がってね、あのくださったので拍手いっぱいくださって、本当に来た気持ちが、お客様の気持ちも早くこうやって毎日が日常戻ってほしいなって気持ちが伝わったステージだったと思います。ステージ脇では音楽に合わせてダンスを楽しむ方の姿も見られました。私たちスイングダンスをやっていて、でその中にブルースダンスっていうのがあるんですけど、今日浜松でブルースフェスがあると聞いたので、みんなで浜松だけじゃなくて愛知県からも仲間が集まって楽しんでいます。教室はなくって、浜松では月に1回とか2回とかスタジオとか借りてやるよって声かけて踊りたい人が集まってる感じです。あ、台風もなんとか持って、で天気だし風も吹き抜けていて、すごい音楽も聞き心地がいいし、なんかダンス日和だなと思って楽しいです。そうですか。真面目だねここのはすごく真面目。楽しかったです暑いですけど楽しいです。どうですか。楽しいです。イエーイ。最後にゲストで登場したのはナコミ&ザ・ブルーステンプルの皆さん。国内だけでなく海外でも活動しており、2014年にアメリカで開催されたリトルウォルターミュージックフェスティバルに初めての日本人として出演。アメリカだけでなく台湾や中国などでも活躍しており、男性だけでなく女性ファンも多いブルースバンドです。なんていうの、舞妓さんが塗る白いおしろいみたいな知ってますか。水化粧みたいなね。そう、それを買ってきてやったんですけど、はい、ところが、はいはい、汗でこう演奏しててふっと横見たら、こっからこの黒い汁がこう、そうそう、昔はありましたよね。そうそうそう、ね、次の年はちゃんとウォータープルーフを買ってきたんです。ちゃんとね、落ちないような持ってきて、ね、そうです、そうです、はい、もう女の子に大人気でラブレターとかもらうんですよどう思う？だって台湾の女の子が軽快なトークと心地いいリズムで観客を魅了しました。大変楽しかったです。皆様のおかげで楽しい演奏ができて、皆さんと一緒に盛り上げられるというのが一番楽しいです。71歳ピエール落合でした。もう最高のステージです。本当に浜松また来たいです。野外すごく好き でその自分が住んでるところ以外の地方のところに来るの もう大好きなので、たくさんの人にお会いできるのでとても嬉しいです。私コロナの前は毎年のようにアメリカとか台湾とかでも演奏させてもらってたので、やっぱりもっといろんな国に行って本当になんか世界中の人にこう会いたいなと思って、でその方法として私の中に音楽があるので、これからも日本もそれから海外も、そうやってギター担いで歌いに行けるような未来があればいいなと思ってます。去年もね、リモートで私も携わらせていただいて、で藤田さん会長さんと、ね、もう 一生懸命やったんですけども、とても、よくて、ね、まあ、感謝しかないですね。ジャンル問わずね、気持ちいい音楽が好きだから今日本当にいい気持ちになりました。ありがとうございました。
3年ぶりの屋外有観客開催となった今回の浜松ブルースフェスティバル。青空の下、音楽に合わせ体を動かし、笑顔に包まれたフェスティバルとなったようですね。さて、今週のダモンデ浜松はいかがでしたでしょうか。次回の放送もお楽しみに。